はい。9月の14日です。えー、植物生態園の中にあります、ススキの株元に今、ナンバンギセルが、えー、これ、花が今ついております。これですね。えー、この植物は、えー、葉を持たない、葉っぱがないので、えー、葉緑素が、えー、ありません。えー、ですから、 えこのススキのまあ根に寄生をして、まあ、ススキから養分を取ってえ暮らしている植物になります。えー、この植物、あの南蛮ギセルという、ギ、まあ、セルというのはあの、タバコを吸うパイプのことなんですけども、まあ、その形に見立てた名前です。えー、この中にも結構生えてまして、 まあかなりススキの株元に生えております。えー、これ一年草の植物で、えー、種がこぼれることによって、えー、この、また次の年に生えると、まあ、そういう植物になります。えー、万葉集の中で、重い草っていう名前でも出てまして、まあ、ススキの下に生える重い草。まあ、この形をその、まあ 何かこう思ってるような形に、えー、つけただろうと思いますけども、えー、そういう古い名前もついております。えー、こちらにもたくさん出ております。はい。えー、場所は、えー、これ、野ぐるみですね。大きな野ぐ,ぐるみがありまして、えー、そして、ゴンズイの木があります。 でその下ですね、えー、そこに、えー、っと、ナンバセルが生えております、はい。はい。まだまだ暑いですけども、ぜひこの、まあ、秋の気配が出ている植物なので、えーまあ、ぜひ見に来ていただきたいと思います。